ボイリー・ボイリーは、魚粉、乳タンパク質、鳥の餌、国粉、大豆粉等からなる練り絵をつなぎとなる卵と混ぜ、これを球状に茹でて作ったのごい釣り用の釣り絵である。水中に投入されるまで形状を保つものであり、香りや収魚効果のある物質が混合されることが一般的である。球状に成形されていることにより、ポイントに正確に投ずることができる。 フレッド・ウィルトンにより1970年代に考案されたものが最初期のボイリーである。釣り絵として少々大きめで硬い外皮は天地やブリームといった下道の興味をあまり引かないものであった。茹でて固められた餌はパンのような従来の釣り絵と比べると水中で釣り針から脱落せず長持ちするものであった。典型的なボイリーが大手の釣り具事業者によって供給されるほか、 自家製のボイリーを作成して使用するものも多い。今日では、のごい釣りに用いられる一般的な釣り絵の一種として確立され、様々な色、香りを有するものが入手可能である。大きさも8ミリメートル程度のものから、種を狙うような40ミリメートルもあるものまで幅広く存在する。ボイリーは通常、ヘアリングという釣り絵を直接通さず、 釣り針の後方にぶら下げるタイプのものと組み合わせて仕掛けを作る。これは水中を自然に漂わせるだけではなく釣り針のかかりを良くする効果を狙ったものである。鯉は吸引切除を行うために餌を吸い込みすぐに水を吐く動作を行うが釣り針が餌と独立して動くためこの時に下顎の内側にかかる機会が得られる。 ポップアップとして知られる水中浮きタイプのボイリーは浮力調整を行うことで水中で中性浮力を得て仕掛けを着底させず魚に見つけやすくする効果がある。通常のボイリーより小さなポップアップは固定が水草や泥に覆われている場合、通常のボイリーと組み合わせてスノーマンリングを作る場合等の多様なシチュエーションに対応できる。恋を狙う釣り人は ボイリーを様々な種類から選択するが、その中には、防腐剤を加えて、店頭の室温で長期間販売できるものがある。防腐剤が含まれていないものは、冷凍釣りへの一種として冷蔵もしくは冷凍庫で陳列される。冷凍餌と常温餌については、賛否両論にあるが、一般的に防腐剤の使用は、栄養面で鯉にとっては何ら有益なものではなく、 誘引力を低下させると釣り人の間では考えられている。冷凍、ボイリーを新鮮に保つには作成後速やかに冷凍する必要があるが、冷凍ボイリーは単に常温保存のものよりも高品質の材料が使用されているにとどまらず、使用するまでの間の劣化を防ぐことにもつながる。このため、冷凍ボイリーは常温のものよりも効果につく傾向が存在する。スノーマンリグは 2種のボイリーを組み合わせて作る雪、ダルマ状の仕掛け。レスリー・クルフォード、ザ・フィッシング・コンパニオン、アメージング・アンガリング、キュリアス・キャッチズ・アンド、ペスカテリアン・パションス、ロブソン、ISBN1 から861059191、ポール・セルマン、ザ・オリジンズ・オブ・モダン・カープ・ベイツ。2015年1月17日閲覧。カープ・フィッシング・サイエンス、ジョン・ウッド。 2008アーカイブド2010年5月3日、アットザウェイバックマシン、ハウツー、メイクイヨウンボイリーズアーカイブド2013年1月26日、アットザウェイバックマシン、ポップ、アップベイツアーカイブド2010年6月7日、アットザウェイバックマシン、ザニュートラルブイアントスノーマンフィッシングリグ、2015年1月17日閲覧。ありがとうございます。